をテーマに遊軍神社大神輿新巴港紅より女性だけで担ぐ神輿を立ち上げました。神輿の命名は遊軍神社の高市宮司にお願いし、紅神輿という名前をいただきました。高貴な女性の神輿という意味です。また定期椎名川と連合会港女神輿です。昨年は1年目で手探りの状態で活動らしいことはできませんでしたが、今年はイベントに合わせて西長門地区に参加者募集。戻れ、よいしょ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 。2体が定位置に収まります。秋季大祭では松山の喧嘩神輿として伝統を重んじるとともに、子ども神輿と一緒に各町を練るなど秋祭りを盛り上げています。長町大神輿会は地域の方々と神輿守との深い絆をもとに、松山秋祭りの発展とにぎわい、そしてこれからの子どもたちに、以来休むことなく先人たちの意思を継ぎ、勇猛果敢にかき上げ、はい、そのまま入って、井上さん入って、こっち、入ってくださいよ。森ちゃん。よいしょ。はい、やれ。柱と胴体をコーポレートカラーであるグリーンで統一することで、豊かな潤いある緑の大地をイメージし、力強さと華やかさ、大きな拍手をどうぞ。丸を後ろに保存会、大きいですね。この迫力、神輿に負けないぞという